はい、まこねです。ヒルビル放送局、ワケありダイエットウォーキング、今週一発目。寒い。今日すごい寒い。そう。月が出てたから、ほんと放射冷却って感じかな。寒い。ちょっともうちょっと厚着してこればよかったなとか思うんだけど、でもね、帰りはもうさ、あの、日向ぼっこみたいな感じでさ、暑くて、厚手のコートとかさ、着てると、やっぱね、歩きづらいし、暑いし、持ってると邪魔くさいし、ってわけで、行くとき我慢するか、帰り我慢するか、みたいな感じで、最近は行くとき我慢してる、まあ、コネです。今日も片道40分歩いて出勤しています。そう、今日も最後までお聞きください。じゃあ今日のテーマは何を話していこうかなと思ってたんですが。まあちょっとね、桜の話からしていこうかなと思うんですけども、桜の話から始まって、まああとは流れて。いやね、私が普段歩いてるところに、もう桜の名所は、まあ新潟県長岡市桜の名所は山ほどあるんですけども、そう。まあ、桜はいっぱいあるんですけども、どっちかというと、遅咲きの桜の方が多くて、私がね、歩く道中には、あんまり早咲きの桜がないんですよね。で、たまたま、そう、Facebook に、アクセスしたときに、そう、まあ、私はね、ずっと SNS 立ちをしてたので、Facebook もずっと眠らしてたわけですよ。そう。それで、ちょっとたまたまね、アクセスしてみたときに、すごい桜の見どころが、ま、昨日ぐらいが満開だったけど、今日がもう散り際かな、なんていう話をチラッと見て、え、そうなの？みたいな感じだったんですよ。そう、長岡の桜はもう終わりみたいです。でも、私は今年はまだ満開の桜一回も見てない。でもね、これから歩いていく道中は、遅咲きの桜が、ね、いつも写真撮ってるところは遅咲きの桜がいっぱい咲く時、頃なので、多分ね、今日行くともう満開になってるんじゃないかなと思って、これから行くの楽しみです。YouTube でご覧の方は、YouTube の今日の写真っていうか、まあ、音声が流れてる間、ずっと、何にも真っ暗でたらかわいそうだから、もう私が毎日、その日で、収録してる日に撮った写真を掲載してるんですけども、そう、一枚だけね。だってさ、スマホ片手でさ、喋りながら写真撮りながら難しいんだもん。まあ、それで、今日は桜の写真になると思うんですが、そう、今日は何話しようかなと思って、例のごとく。そう、なんだっけ、そう、トレンド、今日の Google トレンドで、どんなのが上がってるかなっていう風のちょっと見たの。そうしたらさ、トランプさんがまた起訴されたみたいな話が出てて、あららら、ら、いや、選挙期間中にプルノ女優に、どうのこうのとか書いてあったんだけど、まああんまよく読まなかったけど。ほんとね。いつまで経っても目の敵にされる方ですね。そう、目の敵にしたい人たちもね、あんなのが、あんなのとかと、彼がいるとね、目の上の炭鉱部が。私はね、トランプさんすごい好きなんですよ。うん。共感できるとこもいっぱいあるし、そう、どっちがどう正しいかって言ったら、なんとも言えないけど。まあね、そういった話は、ちょっとね、後半盛り上がってきて、私の心が、テンション上がってきて、暖かくなってきたら、始めるかもしれない。今はね、もう震えて、寒くて、ようやく、絞り出すように声を出して喋ってます。まあ、そんなわけでですね、今日は、そのトレンドの話を掘り下げても、まあ面白いと思うんだけど。なんかね、そう、週一発目から、まあズドーンとなかなかシビアな重たい話っていうのもね、ちょっと私も喋りづらいので、今日は緩く、私の実現はしてないけど、実は今でも思いがある夢を一つ語っていきたいと思ってます。
それは何かというと、皆さん、耕運機トラックって知ってます？耕運機トラック。まあね、東京とかまあ、周りに畑が全くないようなところに生活してると、耕運機って言われて、まあ、イメージできるかどうかちょっとわかんないな。そう、田舎に住んでても、ちょっと街から離れたところに住んでないと、まあ、耕運機を、耕運機トラックを見ることはまあないんじゃないかな。まあ今はもうほとんどね、農家のおっちゃんたちもみんなの日本製のポルシェでね、畑に行くので、耕運機トラックもが動いてるなんてほんともう私も何年も見てないけど、あ、ちなみに日本製のポルシェって言ってわかります？農家でいう日本製のポルシェは軽トラですからね。軽トラですよ。もうね、日本車の中のほんと、いろんなメーカーから出てますけど、ほんと世界を代表する日本の車ですよね。軽トラ。私は軽トラ大好きですよ。そう、まあもう生まれた時からこれ体がでかかったから、体がでかい人はやっぱ小さい車を好む傾向があるよね。私もね、大排気量の車とか、あ、全然興味ないよ。そうそう、大きいセダンとか、大きいスポーツカーとか、まるっきり興味がないんだよね。あれのどこがかっこよく見えるの、かっこいいんだろうとか思ってて、と、まあ私の世代だと、セルシオとかをビップカーにして、改造してっていうのが流行った世代でもあるんですけど、もうほんとね、でかいワゴン R じゃなくてワゴン、あれなんだっけ？ステーションワゴンみたいな、え？違うよね。まあまあまあ、イメージして、エスティマみたいなああいう感じの車。あの頃にはもう車買わない、乗らないって決めてたからな。最近のことはよくわかんないけど、そう。エルグランデとか、そう、ああいった車が流行り出したのは、まあ私が20代半ばぐらいからじゃなかったかな。そう。そういった車も全く興味ありません。そうそう。まあね、キャンピングカーとして使うんだったら、って言ったらさ、私は、自分で改造するよりも改造してあるやつを買った方がいいな。もしくは、キャンピングカーじゃなくて、後ろにくっつけれるキャンピングカーゴみたいなのあるじゃないですか。あれの方がいいな。そう、なんだろう。そう。車は車で、やっぱり運転するの楽しいじゃないですか。キャンピングカーと車って、私の中では、なんかね、ちょっと違うんだよな。そうそう。動く家っていう感じだったら、まあ、後ろにくっつける、キャンピングカーゴみたいなのがいいなと、私は思ってます。もちろんね、改造するお金も改造したの、売ってるのを買うのも、まあ、いいね、お値段ですからね。そうそう。なんとも言えませんけども。まあ、人の楽しみはいろいろあっていいと思います。まあ、そんなわけで、今日はね、私の夢の中で、そう、耕運機トラックで、日本一周というか日本中を旅したいなっていう夢を語っていきたいと思います。うわ、寒い。いや、ちょっともう、まだ走りまで行かないのに、空が青くなってきた。うん、多分まあ、職場に着く頃にはもう明るくなってるね。今日は綺麗な空が見えると思うな、きっと。まあ、そんなわけで、空の話は良いとして、あー、寒い。鼻水が出てきた。で、まあ、その、耕運機トラックなんですけども、耕運機はね、小型免許で運転できるんです。うん。小型特殊だったかな？小型特殊で運転できるんですけど、多分ね、耕運機トレーラー、農家のね、昔のおっちゃんたちは、もう免許なかなくても、道路をガラ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 っていう風に耕運機トレーラー運転してたんですけども、今時ね、多分、街中普通に道路を走ろうと思ったら、耕運機トレーラーでも、多分普通免許が必要だと思うんですよね。牽引まではいらないと思うけどな。そう、まあ、調べてないんだけど。そう、まあ、その耕運機トレーラー、もちろんね、耕運機なので、もともとタイヤは、
街の中を走るようなタイヤじゃなく、本当道路の、つか地の上を走るような本当ゴツゴツの波打ったようなタイヤがほとんどなんですけども、まあそれはね、それくらいちょっと、道路を走るように変更して、その高運気トレーラー、多分ね、最大時速でも30キロぐらいよ。もうちょっと出るかもしれないけど、うん。まあ、自転車一生懸命こいだぐらいのスピードだよね。そこまで出るかな。まあ、そんなので、ことこと、日本中旅したいなっていうのが、私のまだ実現してない夢の一つなんですよ。そう。まあ、発想はどこからかっていうと、まあ、高運気トレーラーをたまたま見たときに、あれはかっこいいなって。あれ、ナウイなと。久しぶりにナウイなんて言葉使ったね。そう。まあ、いけてるわ、とか思って、あれでちょっと旅してみたいなと思ったのが最初なの。で、まあね、いろんなさ、全国旅したい、これで旅したいっていう夢はあるんだけど、例えばさ、原付とかさ、まあ、カブも面白いよね。カブも、カスタムカブのかっこよさ、もう痺れる。そう。うん。めっちゃね、レーサーレプリカ系のさ、ああいうのよりも、アメリカンよりも、カブみたいな、なんか、のが、を改造したのが好きね。あとは、バイクも小さい、ゴリラとかモンキー好きよ。でも私がさ、普通に昔から売ってる、今、売ってないのかな。ゴリラとか、モンキーに乗ると、ほんと、動物園のクマ。にしか見えないっていうのが、まあ自分でも自覚してる。と、まあそんでね、まあ、バイクはバイクで、荷物そんなさ、積めないじゃん。そう。で、全国旅しようと思ってる中で、まあ、ね、お金に余裕がいっぱいある旅だったらさ、別に行ったところでさ、シェアハウスじゃないや、なんだっけ、ゲストハウスにいろいろ泊まりながら、日本人のゲストハウスを、巡りって旅するっても面白いと思うんだけどさ、まあ私もそれもやってみたい夢の一つなんだけど、まあまあ、そんなにお金余裕がない。旅になればなるほど、やっぱキャンプとか、まあ、野宿もあるだろうし、まあ、私野宿はね、結構何度も経験あるというか、得意っちゃ得意なので、夏になると土手で、ご座敷広げて寝てたりするぐらいだから、まあ、通ったことないんだけど、そう、で、そう、まあ、軽トラじゃなくて、バイクだと、私が乗りたいようなバイクだと本当に荷物積めない。それこそバイクのカーゴとか自転車のカーゴとかあるけど、まあそれをしても、まあ、そんな荷物は積めない。まあそれだったら、まあ車でいいやんって思うんだけど、車だと楽しくない車じゃなんか味気ないし、そう。だってさ、私もそんな私は長時間運転するのは好きじゃないけど、まあまあまあ、私だってまあ、車で一番遠くまで行ったのはどこだろうな。新潟から神戸ぐらいまではってことあるかな。うん。まあそんななんだけどさ、まあそんななんだけど、じゃあ荷物も詰めて、目立って、変わってて、面白そうなやつ、なんだろうだったら、高運気トレーラーだったのよ。そう、まあ、高運気トレーラーでね、ほんと、それこそ、国一の日比谷のあたり走ったりしたら、面白いぞ、きっと、まあ、すげえピーピー鳴らされて大変なことになると思うけど、面白いぞ。そうそう。その荷台に、まあ、泊まる準備、泊まることができるキャンプ用品とか、カメラとか、収録できる、収録して、ポッドキャスト発信できる機材とかを積んで、で、旅をすると。と、なんかさ、昔さ、メリーヌって何だったかな？まあ、世界名作劇場だ。世界名作劇場とかでさ、馬に、滅ばしゃみたいなのあったじゃん。そう。馬はさすがにさ、連れて歩くのはほんと大変だから。そう。まあね、彼らはね、うんちもするし、ご飯も食べるしね。そう。
これでもね、私がちっちゃい頃は、街中はなかったけど、郊外行くと、馬がね、パカパカね、走ってた風景をね、まだちょっとだけ覚えてる。そう、さすがにね、大人になった頃には、もうお馬さんがっていうのはなかったけど、うちの母親の話だと、母親の実家にはね、お馬さんいたみたいよ。うん。もちろんサラブレッドみたいにさ、もう走ること、走るためっていうわけじゃなくて、農耕馬っていうか、農業のための馬みたいな。そう。そういえば、私、岩手に住んでた時は、岩手のね、遠野の方の泊まりのところに行った時に、牛がいたね。そう。牛を飼ってて、で、牛が大きくなったら売っちゃうんだって。まあ、お肉用にね。そうそうそう。で、感情移入しないように牛には名前を付けないって言ってた。まあ、そんなわけでね、牛も馬も、まあ馬、一緒馬で日本全国旅をするっていうのは、なかなか今の時代は大変すぎるからさ。そう。うん。だからそこに置きっぱそなし離れるわけにもいかないじゃん。そう。うん。そう。まあ、それで、まあ、コンキトレーラーで、日本中を旅しながら、いろんな地域でいろんなものを食べながら、いろんな写真を撮りたいなって。それを、ポッドキャストとか、写真で発信していきたいなっていうのが、もう私のね、そう、一つのね、野望なんだよ。やっと、やっと体が止まってきたけど、ちょっとここから写真を撮ろう。一旦中断。はい。今ちょっとね、中断して、後ろ振り向いたらもう空がちょっと明るくなってきて、そう、川もね、今橋の上だけど、川も信濃川も綺麗に見えてくる時間になってきました。このね、光でね、綺麗に撮れるカメラが欲しいっては思ってるんだけどさ、まあもちろん売ってるし高くないんだけど、私にとってはちょっとね、今厳しいのよ。で、今ね、たまたま写真撮った時、橋の上もう車が全然走ってなくて、で、耳を澄ましたら、コケコッコー鶏、どこの鶏かわかんないけど、鶏が鳴いてて、ここら辺でさ、普通の一般の家で鶏飼ってるとは思えないから、多分学校とかかな、ここら辺学校あるかな、そう、学校、小学校とかのさ、に鶏とか飼ってそうじゃん。あるある。私の頃はね、ウサギが多かったけど、今はどうなんだろうね。飼育係とか、ありそうだよね。まあ、街中だ、都会とかだったらちょっとわかんないけど、長岡ぐらいのさ、街中の小学校だったら、まあ、鶏とか、くらいはいてもおかしくないよね。そうそう。まあ、そんなわけでね。わさび。そう、でもまあちょっと、体が慣れてきたかな。まだマシになってきた。そう、まあその高気トレーラーのが、私の一つのね、夢なんだけど、どう？相乗りしたい人いる？まあね、最初に高気トレーラーさ、の、タイヤを、街乗り用に変えてなんて話をしたんだけど、喋りながら思ったんだけど、やっぱガタガタガタっていうのがいいのかなって思い始めてしまった。ただね、今すぐ自転車の話はないから、言いっぱなしだけどね。うん。そう。そう。で、その高運気トレーラーの話をしながら思い出したんだけどさ、新潟県長岡市はね、今度の日曜日が投票日で、新潟県知事じゃない、県議会議員選挙をやってます。そう。まあね。まあ以前はね、私の高校の先輩の、大先輩のね、お姉さんが、そう、まあもうほんと、もう、長老級のお姉さんだよね。何期やったんだろう。いやー、ずっとやってたんだよな。変ね、ひょんな縁で、私が生まれて初めて知り合った県議会議員が、もうお姉さんだったんですよ。そう。いきなり会った日に、お酒ごちそうになったみたいな、おごってもらったみたいな感じの縁があって、そう。うんと、もうお姉さん、もう多分引退されたのかな。ちょっとね、もうここ何年も、選挙には、積極的に関わらないような姿勢を貫いているので、なんでとか、政治興味ないのとかいう話は、今日は今のところしたくないな。そう。でですね、
うん。で、まあ、その、私、投票するチケットが、届くまで選挙があるのはあんまりよくわからなかったけど、まあね、最近は窓は全開で、私はお昼過ぎの15時から寝てるので、まあ、15時ぐらいには窓全開で寝てるんですけど、そう、その方がね、睡眠が深くなるっていうふうに勉強したのよ。そう、ちょっと待ってね、もう一回写真撮ろう。そう、どこまで喋ったか忘れちゃった。県議会議員選挙があってさ、まあ、私の部屋はさ、9階にあって、街中にあるから、まあ、選挙カーがいっぱい回ってくるわけよ。そう。で、まあ、最近、もう、昼はね、天気がいいと暖かいから、まあ、窓全開。そうそうそう。まあ、割合とね、毎年、寒くても全開のままにしてるんだけど、まあ、出かけるときはね、ほんと全開。そう、雨が、部屋の中入ってこないぐらいだったら、もう窓全開。そう、常に空気の入れ替えっぱなし。そう、そういう中で、まあ、私はね、お昼の15時から寝てるから、まあ寝てるんだけど、そうするとね、いろんなね、選挙カーのね、音は聞こえてくるわけよ。私は寝るときはさ、まだ明るいから、まあカーテン閉め切っても明るいからさ、アイマスクして寝てるんだけど、アイマスクするとさ、ほんと真っ暗で何も見えないけど、まあ耳栓はしないの。私ね、耳栓はね、なんか耳の中の違和感が嫌でさ、耳栓恐怖症で耳栓はしないんだけど、そうするとまあ、周りから音入ってくるじゃん、いろんな音。これ普段は、なんかね、なんかアホかと思われるけど、私はね、自分のね、収録して発信してる、ポッドキャストを聞きながら寝てる。まあ内容知ってるだけにさ、自分で喋ってるから内容知ってるだけに、なんかね、本当内容気になって寝れないってことじゃなくて、ただ単に耳に入ってくる、騒音よりはマシみたいな感じで、まあ、自分のポッドキャストを聞きながら寝てるんだけど、まあそんな中でね、まあやっぱ選挙カーの音はさ、普通の、雑音とは違って耳に残るじゃない。そう、それ聞いてたらさ、なんとなんと、お世話になった、県議会議員のね、方のお嬢さんの名前が、出てきたんですよ。まあね、お嬢さんはね、今、私が知ってる限り、今、現役の市議会議員だったの。うん。で、市議会議員を、まあ、県会議員出るにあたって辞められたのかな。退職されて、辞められて、県議会議員選挙に出るんだと思うんだけど、うん。ついにお母さんの基盤を背負って立つっていうことになるのか。って感じで、なんか感慨深かったな。そのね、彼女がね、初めて市議会議員選挙に出たのは、多分10年ぐらい前だと思うのね。10年経ってないと思う、経ってないかな。まあ、2期ぐらいはやって、2期、3期目じゃないかな、今。そう。で、うん、2期か3期目だと思うんだ。まあ、それで、その彼女の、もう私よりね、随分した。まだ30代半ばぐらいじゃないか?そう。まあ、それで、うん。まあ、彼女の声を受けて、わー、久しぶり元気、あー、県議会議員選挙に出るんだ。で、お母さんの基盤しょうんだ、みたいな感じで。まあまあまあ、頑張ってね、みたいな。いろんな含みがあるけども、そこは察して。そう。まあ、そうやって、聞いてたんだけど、思い返せばね、彼女が、初めての選挙の、で、その、初めての選挙の第一声が、長岡市にある、市役所、県、多目的施設っていうかな、青森長岡っていうのがあるんだけど、青森長岡の前で、誰もいなかったけど、選挙カーの上に立つことはなく、本当は、選挙カーが降りて、街の中に向けて、公開演説を、第一声を上げたのが、まあ、冬っていうか、やっぱこれくらいの時期だったかな。ってことになると、来年の今頃、市議会議員選挙かもしれない。そう。まあ、それが第一声だったの。その時
時ね、たまたまさ、Facebook 第1声やりますって出てたから、まあ私聞きに行ったんだよ。そしたらさ、お母さんもいるわけだ。まあ当然ね。まあ確か当時、まだ現役の県議会議員じゃなかったかな。まあお母さんがさ、わー、まこたーとか言って、声かけてくれて、お前もなんか喋れとか言われてさ、彼女の第一声の時に、私もね、マイクで、まあ、名古屋市の街中聞こえるぐらいな声で、5分か10分ぐらい喋ったよね。いや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 、自分で選挙は出たことないけど、そう、マイクを持ってさ、まさかね、お話しする機会があるとは。しかも、長岡市の街中の中で。そう。まあ、実はね、別の選挙で間違ったから以外のところで、まあ、おしゃべりしたことはあるんだけど、まあ、それは多分ね、彼女の、初、そう、最初の、やつ今の話する事件の後だと思うんだよね。そうそう。だからさ、まあちょっと感慨深い思い出だなと思って、なんか彼女の、ちょうどね、青森で、公開演説会しますっていうような話だったんだよね。そう、まあそれを聞きながら、おぉ、10年っていう感じでさ、感慨深かったね。まあね、まあ、ちょっと盛り上がってきたから、もうちょっと話を別の方に振ってみようと思うんだけど、まあ私もね、なんだろう、なんでだろうね、政治に興味を、なんかね、私は私の道を歩くことに決めたからさ、そうそうそう、私の目指すべき道は政治ってわけじゃなくて、もっと違うわけだから、そう、もうそれこそ世界中の一番問題なって言ったら私は紙幣だと思ってるのね。紙幣っていうか、まあお金っていうものの問題、お金っていうものが世界の全ての根本を生み出してる元凶だと思ってるの。そう、お金のない世界を作っていくっていうことが私にとってはものすごく重要なテーマだから、まあそれをするには政治家じゃないっていう信念があって、まあ、政治家にはもう興味がないというか、ならないというか、政治には興味がないっていうスタンスにとって変わったんだけど、そう、でもね、そこに至るまでは政治家になろうと思ってた気持ちもあったんだよ。うん。まあ、ひょんなことからね、まあ、私がさ、12年前からかな、関わってた NPO の理事長は、当時ね、まだ若手だったさ、新人市会議員の人の後援会長だったの。そう、その人のそばで、まあ、政治、まあ、市議とかに、いろんな政治家とかがかかっていく中で、そう、まあ、この街に何かできることはあるんじゃないか、私ができることはあるんじゃないか、なんていうことを考えて、まあ、市議になりたいなと思ったところもあった。で、その後、市長選挙に関わることになるの。そう、三つの選挙にまたがってね。そう。で、まあ、市長選挙に関わることになるんだけど、まあ、その市長選挙を、に関わりながら、なんだろう。市議でできること、市議でできること、県議でできること、国会議員でできること、で、区長でできること、で、もっと大きい、組織っていうか、大きい立場でできることって、みんな違うわけよ。そう、みんなね、それぞれ、同じ政治って枠組みだけど、やれる範囲は全然違う。で、求められてることも全然違う。まあ、普通の人は多分ね、政治って言うともう政治って丸って全部同じだと思うけど、実は全然違って、求められる状況も立場も全然違うから、そう、どこのポジションの政治家になるかで、全然変わってくるわけよ。でも、私が目指してる、お金がない世界を作っていくための活動は、そう、それはね、どの政治家のポジションにも当てはまらなくて、どっちかっていうと、一番なんか近いのが YouTube かもしれない。そう。まあ、そんな感じでね、まあ、政治家じゃないなっていう風な結論にたどり着いたんだけどさ、そう、まあ、政治家っていう生き方をしてる人たちってさ、そう、まともな人もいるよ。でもね、なんか、やっぱね、ちょっと、なんか、ずれてるんだよね。まあ、ずれてるというか、
ずれてるんじゃなくて、彼らがまともで、それ以外がずれてるって方が正しいかな。そうそうそう。あのね、もちろんね、みんなね、政治家になろう、なろうと思ってなった人たちは、みんな、理念と理想と、目指したい。本当誰かのために何かをしたいっていう気持ちの強い人がほとんど。うん。もちろん世襲で、お父さんお母さんがさ、政治家だったから、そのまま政治家になりましたって人もいる。でも、それだって、政治家になるために選んだことが、そう、やっぱりさ、それなりの覚悟もあってなるわけだからさ、そう、いいときはいいよ。叩かれるときはもうほんとひどいからね。ほんとね、まあ、日本に限らないけどさ、容赦ないよね、政治家叩きって。そこまで非難されるようなことしてるかっていうぐらい、まあ、ケチョンケチョン叩かれちゃってる、政治家の方々もいっぱいいるしさ、まあ、目立つ人ってそうだよね。そうそうそう。やっぱ、いろんな立場で政治家に限らないけど、目立つポジションでお仕事してる方は、まあ、なんかあると、まあ、叩かれる、叩かれる。叩かれ方がさ、もう尋常じゃなくて、もうほんとね、叩く側の人が狂ってると思ってるよ、私は。そう。最近でこそね、まあ、SNS 立ちしてからも随分経つからさ、わざわざ私のアカウントに、あだこだ言ってくる人はあんまいないけどさ。そう。当時長岡では、指折りのインフルエンサーだった私は、まあ、多少のことですぐ叩かれてたよ。まあ、そんなね、家庭の中で、まあ、私の政治に関わり方の中でも、まあ、ものすごい叩かれて、本当長岡に居場所がなくなりましたみたいなところまで、本当追い詰められたこともあったんだけど、まあ、そんなこともあって、SNS 立ちをしてたんだよね。そう、もう嫌だと。もう人間と関わるのは嫌だと。なんだったらもう早くあの世に旅立ちたいわ。早くお迎え待ってますみたいな状況になってたんだよ。まあでもね、SNS 立ちして、SNS の毒素が抜けて、そう。まあ、他人の話は聞かない。人の話は気にしない。体制がついてきて、ようやくまた最近 YouTube を復活したんだけどさ。うん。そう。まあ、だからこそさ、まあ、政治家の人たちとか、まあ、芸能人もそうだけど、そう、そんなお前たちの常識で、お前たちの常識で見るからおかしいんだろっていうふうに思うところがいっぱいあるよ。そう。私の中の常識では、そう、例えばさ、芸能人がさ、芸能人も、まあ、目立つ人だったちでね、結婚した別れたっていうのはさ、まあ、毎日のようにね、何かしらね、トレンドに入ってるよ。そう、そう。もう3つも4つも入ってる時あるよ。そんなに気になるか？バカバカしいとか思いながら見てるんだけどさ、そう、いいじゃん。毎年結婚して毎年離婚したって。子供が10人いようが20人いようがいいじゃん。他人のことならどうでもいいわね。そう。よっぽど世の中の人話題がないんだなって思って見ちゃうもん。そう。もちろんね、他人の幸せをさ、喜んで、祝福するのは悪いことだよ。でもさ、他人の不幸をさ、面白おかしくさ、あだこうだ言うのも嫌だし、だからってさ、もう、会わないから別れるのがさ、不幸だと思わないじゃん。結婚するのも結婚しないのも結婚してから別れるのも別れないのもさ、もう全然不幸でもなければ。まあ、全然どっちかと言ったら、世の中のためになってるんじゃない？まあ、それでお金が動くわけだし、そう、子供も増えるかもしれないし。あ、桜が咲いてるけど、あ、なんか今日桜の匂いがする。ああ、はあ、満開よりも、咲き始めの方が桜の匂いするんだね。ええー、そう。あ、確かに桜餅の匂いがする。ええー、なんか新しい発見だわ。ちょっと写真撮っとこう。そう。なんか、本当に、まあ、ちょっと前の M キャスで少子化の話をしたんだけど、結婚したい、した人はさ、もう一夫多妻制どころかさ、そう、
あの、タップ再生よくわかんないな。そう、まあ、何人さ、配偶者がいてもいいじゃん。本人たちが問題なければ。そう、そんなのさ、わざわざ法律で決めるようなもんじゃないよ。そう。で、あの、結婚しました、別れましたってさ、本人たちの問題だってさ、周りがあだこだ言うのも、ほんとバカバカしい話でさ、そんなことしてるから、そんなことしてるからさ、結婚する人も少なくなったし、そう、子供の数も少なくなったし、そりゃさ、あの、二人のね、人間に一人しかさ、子供が生まれたかったら、あの、人口はどんどんさ、減るし、ヘルさん。そう。あの、一カップルにさ、二人ずつ生まれない限り、人口は減るんだもん。今、ある?そう。結婚しない人が増えて、子供ができない人も増えて、その中でさ、あの、一カップルに二人子供が生まれたかってさ、人口が保てるほど子供がいると思う?無理無理。人口が、日本の人口はこれからもっともっと下がるのは当たり前。それに私は人口が多すぎると思ってるから、下がって客観系、下がって問題全然ない。で、世界の人口だって、いつか下げ止まりじゃなくて、上がり止まりがあって、下がり始めるよ。そう。だって、国の仕組みがそうなんだもん、世界中。うん。そう、資本主義ってそういう仕組みだもん。そう。いずれ、あの、人間が足りなくなって、あの、もう、あの、もうガラガラな世界になると思うよ。まあ、私は生きてないと思うけどね。まあ、そんなわけで、よろっと、終着地点の、職場に着いたので、今日はここら辺にしたいと思うんですが、今日はですね、私の耕運機トレーラーで世界じゃなくて、世界って言い始めたな。世界かもしれないし、日本一周かもしれないし、世界中を旅したいという思いをお話しながら、ちょっとあの、政治のお話をしてみたり、で、その後に、少子化について私の考えとをお話ししてみました。そんなわけでね、今日はあの、ようやく、私の目にも桜が、そう、五分咲きぐらいかな。満開にはまだ早いかな。明日、明後日には満開になるだろう。桜を見ながら、さよならをしたいと思います。そんなわけで、今日も、まこねえの M キャスト違う、まこねえの、そう、わけありダイエットウォークを最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信は、今収録は日曜日の朝なんですけども、日曜日の朝に聞けるのは、スプーンだけです。スプーンの独占放送となってます。はい。で、YouTube をキーステーションになっているメインのポッドキャストの方は、明日、月曜日の朝6時に配信になりますので、皆さん、ぜひ、今聞いてる方はね、何時かわからないけど、楽しみにしていてください。今日も朝から元気だけども、外が寒くて震えてる、かじかになってて一生懸命スマホを押さえてる、まこねえでした。またね、バイバイ。